蜂蜜ボーイです。このチャンネルではね、まあ爬虫類、猛禽類の飼い方と餌やり動画をメインに上げていこうと思っているんで、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでね、今日やっていく動画なんですが、今日はヒョウモントカゲモドキの飼い方、飼い方っていうか、まあうちで飼育しているね方法をちょっと上げていこうかなと思います。まあとにかく前回と引き続き双子のようにね、まあ分かりやすく噛み砕いてやっていこうと思うんで、もしよければ最後まで見てもらえたらありがたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。どうぞ。ということでね、今日はまあヒョウモントカゲモドキの飼い方ということで、このねマックスのダイオライトのチョロにちょっと撮影を手伝ってもらっています。ちょっとね、今フレームアウトしてるんで、まあちょっと映るまで、あー来ましたね来ましたね。いやほんとこの子落ち着きないんですよ。ということでね、始めていきましょう。まずね、まあこのヒョウモントカゲモドキが何なのかというとこなんですけど、まあ見ての通り小型のねトカゲになります。でこの子たちが生息している場所っていうのがアフガニスタンやインドなどにね生息していて、まあそこの気候で言ったら夏はすごい暑いですが、冬はかなり冷え込むっていうような環境みたいなんですよね。ちょっと自分は実際行ったことないんでわからないんですけど、まあそのような結構過酷な環境で暮らしているっていうことでね、まあ温度の変化にはそれなりに対応できるのかなっていう部分もあるんですが、まあ、やっぱ飼育下ではちゃんとねこう温かい温度で飼育してあげるのがいいんじゃないかなと思います。でこの子のね、あのレオパード月光ヒョウモントカゲモドキのサイズ表記なんですけど、これはあくまでね自分家でまあ決めているサイズ表記ではあるんですけど、まあベビーが生まれてから 25g まで、でヤングが 25から 50g で、サブアダルトが 50g からで、アダルトはもう重さ関係なしに生後1年経った子はもうアダルトとして自分家では見てますで餌の頻度なんですけど、まあ、ベビーのうちは毎日あげてますね。でヤングからは2日に1回で、サブアダルトからは3日に1回、まあアダルトも同じなんですけど、まあうちんちではね、まあ双子と同様で5日に1回あげていて、あのレオパの女の子、まあ双子も一緒なんですけど、は結構無精卵を産む子がいるんですよ。でそういう子っていうのは卵を産んだ後にどうしてもこう体重が落ちてしまうんで、そういう場合は虫ではなくて、まあピンクマウスなどをあげるっていう感じにうちではしてます。まあ基本的に、まあ、この爬虫類部屋自体がまあ冷暖房完備で、28度で常にそうですね一定の温度を保っているような感じになるんですが、まあ爬虫類、まあ例えばレオパ1匹だけとかを飼育している人だとやっぱ温度管理っていうのが難しいと思うんですよね。なんでまあちょっとできるだけね、まあ赤外線ライトなどがあるんで、まあ暖かい風にしてあげたらいいんじゃないかなと思ってます。
ようやく顔を出してくれましたね。で、そうっすね、レオパーと、まあ、とりあえずちょっと、まあ、うちにレオパーと、まあ、ニシャフ全部で6匹いるんですけど、まあ、ちょっとその子たちみんな同じようなゲージでね飼育しているんで、ちょっと全体の見していこうかなって思います。では行ってみましょう。はい、ということでね、今レオパとニシアフを飼育しているケージをねの全体をちょっと見せていこうかなと思います。で、やっぱ普通の人から見るとえこれ狭くないって思うかもしれないんですけど、レオパは基本的にまあ最初にお話ししたように、まあ、草の下とか岩の下とかに生息して狭いところが落ち着くんですよね。っていうことで飼育ゲージはなるべく、まあ、このサイズ 30×20 のレプタイルボックスっていうのを飼育しています。で、これがシェルターなんですけど、まあ、タッパーの中にね水苔を入れたちょっと自作のシェルターを使ってますね。で、こっちの方が湿度がすごい保ちやすくて、で、その代わりゲージ内は霧吹きなどはしていません。で、まあ、今レオパが乗っているのが水入れですね。水入れは毎日交換をして、まあ、常に清潔な水をあげるようにしています。で、床に敷いている床材なんですが、これがデザートサンドっていう、まあ、結構ペットショップなんかにも売られている爬虫類用のサンドを使っているんですが、まあ、今までねちょっとペットシーツとか、まあ、キッチンペーパーとか、まあ、自分いろいろ試したんですけど、やっぱレオパって結構こう掘ったりすることが多いんですよね。まあ、それがストレス解消とかにもなっているみたいなんで、まあ、自分はこのデザートソイルを選んで使っていますね。まあ、早速ちょっと屋根を外したシェルターの中に入っていっているんですけど、まあ、基本的に他の子もみんなこのシェルターの中で眠って、夜になったらガシャ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 、まあ、砂を掘るなりいろいろゴソゴソしながら遊んでますね。でもやっぱ、まあ、たまにはね外に出してあげて歩かせてあげるっていうのも大事と思います。まあ、うちんちでは交代交代ね、レオパを外に出して、まあ、俗に言う平安ポってやつですねを刺して、まあ、運動不足にならないように運動はさせています。こんな感じで、まあ、自由気ままにやってますね。レオパの場合、まあ、ちょっと自分家ではしないんですけど、温浴もすごい効果的みたいなので、もしよければやってみたらいいんじゃないかなと思います。ではうちであげている餌を紹介します。はい、ということでこちらがねうちであげているご飯なんですけど、まあちょっと大きさの比較のために1円玉を置いてね、ちょっと比較してもらおうかなと思ってやっているんですけど、右側がねあの黒子、まあ二星コオロギの L サイズが今うちにいる子はもうアダルトしかいないんで、このサイズをあげていますね。1回に 4,5 匹ぐらいは食べます。で、左側が先ほど話した、まあ、産卵した後とか体重が落ちた時の餌で、ピンクマウスの SS サイズですねをあげています。で、次が、まあ、人工飼料なんですけど、レオパのブレンドフード、まあ、これはちょっと見慣れない方が多いと思うんですけど、これは業務用ですね。ちょっと量が多い感じのやつになっているんですけど、普通にペットショップなどで売られているブレンドフードと同じです。まあ餌の飽きが来ないよう、
にコオロギとブレンドフードを、まあ、ランダムにあげているような感じですね。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。まあね、ヒョウモンとカゲモドキすごいね、可愛らしいトカゲなんでね、最後まで愛情を持って育てていただけたらいいなと思います。まあちょっと今回ね、レオパの飼育でまとめたものがこちらになるんですが、まあそうですね、大事なことって言ったらやっぱり爬虫類は温度管理、湿度管理をしっかりしてあげてください。ちょっとねすいません、ちょっとガシャガシャして、ちょっと元気いっぱいの子がいるんで。ってことでね、ちょっと今回の動画はこれで終わりに しようと思います。じゃあこの動画がね、もし分かりやすかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いしますすごいですね、ほんとにめちゃくちゃあー、分かった。じゃあまた次の動画で、バイバイ。